菌類。菌類とは、一般に、菌子や個実体を形成する生活感を持つ、キノコカビ、単細胞性の酵母と呼ばれる、生活感を持つ菌、ツボカビなど弁毛を持つ菌などの真核生物の総称であり、生物界では、菌界、学名、レガナムフンギに分類する、外部の有機物を利用する従属栄養生物であり、分解構素を分泌して、 細胞外で養分を消化し、細胞表面から摂取する。元来、菌とは、本校で示す、生物群を表す語であり、やがて微生物学の発展に伴い、変形菌を、分離区別、現在、変形菌は、アメーバ動物に含めている下、真菌を総称して、菌類と呼んでいが、 それも分子系統学知見から生物学の分類としては、心筋の用語は使われなくなっている。一方で、医学分野では、疫学的知見から、心筋症などの原因の病原性菌類を、細菌や変形菌と区別する他に、心筋の語が現在も使われている。菌類に属する生物門の分類は口述するように、現在も、 活発に議論され未だ定まった分類がない状態が続いており、教科書などではかつての古典的分類を用いて説明されることが多い。菌類に属する生物はほとんどが固着性の生物である。微視的には細胞壁のある細胞からなり、先端成長を行うものが多い。これらは高等植物と共通する特徴であり、菌類が当初において、 植物とみなされた理由でもある。しかし、葉緑体を持たず、光合成も行わない、従属栄養生物である。その点は、動物と同じであるが、体外の有機物を分解し、細胞表面から吸収する、という栄養摂取の方法をとる。形態的には単細胞の微生物であるものから、肉眼的大きさ以上に発達する、多細胞生物までを含む。しかし、 多細胞体を持つ者においても、菌種と呼ばれる一列に配置する、細胞列までしか持たず、真の組織を発達させない。体が多数の菌種から構成されているものは、脂状菌と呼ばれ、単細胞のままで繁殖するものは、酵母と呼ばれる。キノコ、カビ、あるいは、脂状菌及び酵母はいずれも分類上の単位ではない。生殖には、胞子を形成するものが多い。 生活種は様々であるが、無性生殖と有性生殖を含むものが多く、それぞれに異なった方子を形成するものが多い。生活間においては、核が単層の状態が優先し、服装の期間は限られる。炭子菌及び死脳菌は単層 N の一時禁止が体細胞接合によりに核の二次禁止となる時期があり、他の多くの有性生殖を行う生物に見られる。 服装 2n に対して、これを、重症、nn 世代と呼ぶ。酵母は出が、または分裂により増殖し、細胞の融合を行う例もある。植物規制のものが多く、農業上重要なものも多い。他方、貧困など、植物と共生するものも知られる。動物に規制するものは少ないが、重要な病原体も含まれる。自由生活をするものは、 様々な生物の死体や排泄物などの有機物を栄養源とし、生態系において分解者として働くと考えられる。他に発酵に関わって重要なもの、抗成物質を算出するものなどがある。近海は古典的には、ツボカビ類、接合菌類、死脳菌類、端子菌類などから構成される。ツボカビ類は弁毛を持つ有層細胞を形成し、 祖先的形質を持つ。壺カビ類、古典的な意味での以外は生活史のどの部分でも弁毛を形成しない。それらは有性生殖、接合後の原数分裂で生じる胞子のあり方で分類される。接合菌は接合胞子脳を形成するグループで、毛カビなどを含む。誌脳菌は誌脳の中に胞子を作るグループで、ビール酵母などを含む。端誌菌は 短式に胞子を改正する軍で、キノコの多くを含む分類軍である。伝統的には、これに、有性生殖の方が不明なものをまとめた不完全菌、それに菌類と藻類の共生体である、地ー類を独立軍とし、上記四軍に併置した。また、胞子形成の共通性などから、変形菌類を近海に含めた。しかしながら、二十世紀終盤よりの、 生物分類全般の見直しの中で、これらに大きな見直しがなされており、2010年代現在でも変更が繰り返されている。ツボカビ類と接合菌類は特に変更の幅が大きく、他に新たに認められた群、近海から排除された群も多い。また、近年の分子系統解析により、これまで原生動物とされてきた。 微法ム虫も特殊化し菌類の一群であると考えられている。変形菌は除外された。不完全菌、地類は独自の分類群として認めるのをやめ、菌類全体の体系の中に収められることとなった。それらについては口述の分類の項に詳細が解説されている。菌類と細菌類は微生物として一くりに扱われる場合もあるが、前者は真核生物。 後者は幻覚生物であり、細胞構造が全く異なる生物群である。近海は真核生物に含まれる境、キングダムの一つであり、動物界や植物界などと同じレベルの分類群である。生物を二階に分類していた頃は、菌類には運動性がなく細胞壁を持つことなどから、植に分類されていた。この場合、構造が単純であることもあって、 葉緑体を失った対価的な植物であると考えられることが多かった。しかし、菌類についての理解が深まるにつれ、細胞構造や分子電学的な系統解析などの研究から得られる情報などから植物とは異なる独自の生物群であると考えられるようになり、5解説の頃より独立した境として広く認められるようになった。 現在の分子伝学的情報からは、植物よりも動物に近い系統であることが分かっている。動物と菌類を含む系統のことをオピストコンタという。なお、かつてはその方子形成の類似等から変形菌類を菌界に含めて扱っていた。変形菌類、細胞性粘菌、ラビリンチュラ類をまとめて変形菌門、旧都市。 他の菌類を真菌門とするのが通例であった。また、卵菌類、酒毛ツボカビ類なども菌類と考えられていたため、これらをツボカビ類と合わせて弁毛菌屋門に位置づけていた。しかし、現在ではこれらは別の系統に属するものと判明したため、菌類として扱っていない。それらをまとめて、偽菌類と呼ぶことがある。一般的に菌類には、ツボカビ門。 接合筋門、死脳筋門、端子筋門の4群が含まれるとされてきたが、近年の分子系統解析により、接合筋類が単系統でないこと、これまで原生動物とされてきた微放ム虫が筋類に含まれるであろうことが示されている。このうちで、弁毛細胞を持つのは、つぼかビ類のみである。水中生活をするものがあるのも大部分はこれで、他の群では、 水中生活のものはあるが、陸上のものが二次的に水中に入ったと考えられるものが多い。したがって、ツボカビ類が最も原始的なものと考えてよい。また、接合菌類は、形態、構造に、単純な面が多いため、これも、比較的過当なものとみなされる。そして、死脳菌、短子菌類がより高等なものと考えられていて、この二群をまとめたものを、 リカリアとする分類の仕方も提唱されている。しかし、これらの関係については明らかではない。指納金、短死金にはそれぞれに、公母型、市場金型の生活をするものが含まれる。これらが進化の系列を示すものか、適応放算の結果であるかは、判断が分かれる。中には、生活感の中でそれらの型を行き来するものがあるので、少なくとも、 例えば、酵母型は単細胞だから、過当、といった単純な判断はできない。このほか、重要な菌類の群として、不完全菌類、デュターミシッツ、インパーフィクトフンギ、フンギインパーフィク体と呼ばれるグループが存在する。これらは、無症生殖だけで繁殖しているように見える、死脳菌、または、単子菌である。体細胞分裂によって形成される。 分生子と呼ばれる胞子により、あるいは胞子を作らずに、菌子の栄養成長のみによって、または酵母として増殖する。不完全菌類は、その分、育子形成様式などによって便宜的に学名が与えられているが、完全世代、優生生殖を行う世代が、発見、命名されればその学名がその生物の正式な、名として使用される。不完全菌類としては、 同じ属に分類されていたものが、完全世代では別の属に分類されることもあり、不完全菌類としての分類はあくまで暫定的なものである。しかし、例えば青カビや麹カビなど、身近に見られるカビのほとんどはこれであり、また、植物病原菌など実用上重要なものが多く含まれている。なお、不完全菌の名は、 かつては正式に分類群の名としても用いられたが、現在では次第に使わない方向に向かっており、代わりにアナモルフ菌、アナモフィック分儀や分生子形成菌、ミトスポーリック分儀等の名が使われる。地類はコケ類と間違われやすいが、菌類の作った構造の内部に藻類が共生して成立している複合的な生物体である。これらを分けることも不可能ではなく、 それぞれに独立した生物とみなすことも可能である。しかし、実際には、両者は強く結びついて生活しており、また両者が揃うことで形成される特殊な成分があったり、極めて特殊な環境で生活できたりといった面から、それを独立した生物群とみなす考えもあった。しかし、その形態を構成するのは菌類であるから、その名は菌類の名として用いられる。 現在ではむしろ菌類のあり方の一つとみなす考えが強くなり、現在では完全に菌類の分類体系に組み込まれている。単子菌もあるが死の菌であることが多く、その中でも複数の分類群にまたがって存在する。不完全菌からなるものは不完全地位と呼ばれる。従って複数の系統から並行的に地位類が出現したと考えられている。 菌類は植物との関係が深く、動物との関係ははるかに薄い。例えば植物寄生菌には実に多くの種類が存在し、サビ菌やクロボ菌など砂レベルの大きな分類群が丸ごと植物寄生である例も見られる。それに比べると動物寄生のものははるかに少ない。また、その遺体を分解する場合にも動物の遺体は種として、 最近類によって分解され、植物の遺体は、菌類が担当する傾向がある。また、共生関係においても現在では、ほとんどの陸上植物が菌根を持っていることが知られている。また、この方の菌根が古生代から存在したらしい証拠も見つかっている。他方、菌類の進化は主に陸上で起こったものと考えられる。接合菌、死脳菌、 単子菌はどれも大部分が陸性であり、水中生活のものは極わずかである。その点、植物界の主要な群であるコケ類、シダ類、種子植物も陸上で進化したものであり、両者のそれは平行的である。このようなことから菌類は植物と共進化してきたと考える見方がある。植物は陸上進出の段階で丈夫な繊維質を持つ茎や、 根を材木として発達させた。これを分解するように進化したのが、死脳菌や短死菌ではないかというのである。植物の側でも、菌根などによって、菌類の恩恵を受けているから、両者は共振化の関係にあるとも言える。古典的な台形として、ウェブスターのものを挙げておく。下記のアモンを門として扱った例もある。現在においても、高校教科書などでは、ほぼこれを踏襲するので、 今後も見る機会はあると思われる。これ以降の大きい変更としては、まず変形金門が金海から外されたことが挙げられる。上記の体系では、新金門の内容のみが金海である。また、弁毛菌に含めていた、逆毛カ,カビ類と卵菌類も系統が異なるものとして外され、それらはストラメのパイルに含まれている。21世紀初頭の現在、 菌類の分類体系には手が入り続けている。2007年に見直された分類体系では、シノウ菌門、タンシ菌門、ツボカビ門、鉱膜菌門、ネオカリマスティクス門以上の3門が、キウツカビ門、グロムス菌門、微放脂中門、および門としての分類の難しい4ア門、主に旧接合金門に由来に分類されている、ヒビットエアール2007。また。 蒸気七門及び四アモンに含まれない、将軍もある、ロゼラ類、ローゼラ、フクロカビ類、アルピディアム、バシディオボルス類、ベシディボラス。また、金海を抗議に捉え直し、オピストコンタナイの親菌に近いグループをこれに含める考えもある。ヌクレアリア島。金類は栄養を吸収するために、酵素によって他の動植物を構成する高分子を分解している。特に、 セルロース、リグニン、コラーゲンといった他の生物にとって分解の難しい高分子を炭素、窒素、リンの低分子化合物に分解することができるので、それらの物質を生態系のサイクルに戻す分解者としての役割を担っている。例えば、森林内では生産者である植物の原存量は、そのかなりの部分が消費者に回る前に、 材や落葉などの腰部分として蓄積される。これら植物遺体は主成分がセルロース、リグニンであり、窒素、リンなどの含有量が少ない。そのため多くの動物はこれを直接利用することができない。しかし、これを菌類が分解し、なおかつ周囲から無機窒素化合物などを吸収してその体を作ることで動物は植物遺体と菌類を同時に摂取し、 それを餌として利用することが可能になるのである。菌類は他の生物の病気の原因となるが、その一方、多くの菌類が他の生物と共生している。地類は菌類と緑草やシアノバクテリアとの共生体である。イカンタバ植物の根と菌類との共生によって形成される器官は菌根と呼ばれる。菌根は植物が 水分や養分を吸収する上で重要な役割を果たすことがあり、菌根の種類によって植物に対して種としてリンを供給するものや窒素を供給するもの、さらには有機物を供給するものも知られている。また、土壌病原菌から植物を防御する機能を持つ場合もあると推測されている。一方、菌類の側は植物から同化産物を供給されている。 種子植物では、卵化や一薬草化、シダ植物では、松原化や花やスリ化、日陰のカズラ化の植物は発芽の初期に、特定の菌類との共生が成立しないと、生育できない。植物の葉などの組織内に共生している菌類は、内生菌、エンドファイトと呼ばれ、その機能についてはまだよくわかっていないが、接触阻害物質等の生成に寄与していると、考えられるケースが知られている。 アーバスキュラー金ンという型の金ンは、陸上植物の非独広範囲に見られるもので、やはり植物にとって有用な栄養素等の運搬に預かっているらしい。なお、卵化の無用卵や一薬草化の銀料草など、いくつかの種子植物は光合成色素を持たず、地下部の金ンに頼って生活している。これを、不正植物という、金ンであるので、 植物と菌類の共生と見ることもあるが、最近ではむしろ、植物が菌類を一方的に収奪している規制とみなされている。かつては、ネナシカズラなどと同じような生息気質への規制とみて、土壌中の腐食質に寄生しているとして、死物寄生という言葉もあった。最近の研究では、これらの植物が依存している菌類は、種として他の植物と共生している。 菌根菌や植物病原菌一部は木材普及菌であり、不正植物は菌類を介して他の生きている植物や腰植物か間接的に栄養分を摂取していることが明らかになりつつある。一役草化の植物は光合成をする種であっても幸い困難なものが多いが、これも菌類を介して周囲の菌根形成植物から栄養分を 脱して生活しているためである。そのため、外生菌根を形成した樹木と一役草を類を一緒に鉢植えにすると長期間の栽培が可能であることが実証されている。昆虫と菌類との共生も知られている。アングロシアビートルと総称されるキクイムシは菌類を運搬するためにマイカンギアと呼ばれる器官を持ち、自身が樹幹内に掘った穴道の内側に持ち込んだ。 菌を繁殖させ、それを接触している。菌類の側から見ると、こうした昆虫は菌類を生育に適した環境に運搬していることになり、菌類の分散に寄与していると考えられる。また、熱帯に住むハチメのハキリアリとシロアリメの高等ロアリの一部は巨大な巣を作り、その中に外部から植物片を運び込み、噛み砕いて苗床を作り、そこで菌類を栽培し、 食料としている。シロアリにおいては、外部の菌類がシロアリの卵に擬態して、菌核を保護させるターマイトボールというものも発見されている。人間は古くからキノコを食品として利用してきた。現在ではシイタケ、エリンギのように大々的に栽培され、身近なものになっているものもあれば、トリュフ、マチタケなどのように栽培が難しく。 高級食材として扱われているものもある。酵母は、ブドウ糖、諸島をイタノールに発酵する。この能力は、ビール、ワインなどの醸造に用いられている。また、カビや酵母はチーズを作るために、重要な役割を果たしている。日本酒、焼酎、醤油、味噌など、日本古来の発酵食品では、麹カビを穀物に培養し、繁殖させた麹を用いて、 醸造を行う。その他、寄付ワインの生産には果実につく、灰色カビが必要であるとか、食材を冷暗所に保管し、表面にカビを生やせて熟成させる、金貨ハム、鰹節等など、カビが関わる食品は様々である。金類には様々な有機化合物を生産するものがいる。例えば、青カビの一種は、抗生物質のペニシリンを生産する。 ベニテングタケは猛毒のアルカロイド、アミノ酸を含んでいる。マジックマッシュルームのように動物の中枢神経に作用し幻覚症状を引き起こす成分を含んでいる菌類もある。様々な植物に寄生する菌類が知られている。中には農作物に重大な被害を与えるものも多々ある。植物に寄生する菌類は様々な群に含まれる。 代表的なものを以下に挙げる。なお、卵菌類にも植物寄生菌があり、油中の白サビ病など、菌類の起こすものと似た病気が知られる。菌類によって人や、その他の動物が感染する病気、感染症として、白線菌による白線、水虫、タムシ、及び白雲やカンジダによるカンジダ症、クリプトコックスによるクリプトコックス症、 アスペルギルスによるアスペルギルス症、プネウモキスチス、ニューモシスチスによるニューモシスチス肺炎などがあり、臨床的に問題となっている。医学及び獣医学領域においては菌類を親近と呼び、その学問を異人菌学と称する。親近による感染症は一般に親近症と呼ばれ、患部が皮膚の角質などに止まり神秘に及ばない、氷在性親近症と患部が 神皮以降の皮下組織に及ぶ、深部表在性心筋症や、脳、肺、心臓などの内部臓器まで及ぶ、心在性心筋症、全身性心筋症、内臓心筋症に対別される。主に皮膚科領域で扱う全両者と内科系で、扱う校舎では病気の性質が大きく異なり、治療法及び、使用可能な薬剤、抗心筋薬も異なる。これらの病原菌は、 多頭類からなるキチン質の強固な細胞壁を持って、いるのみならず、人体と同じ真核生物であるため、菌類の細胞だけに損傷を与えて、人体組織に害の少ない薬物は非常に限られたものなる。そのため、幻覚生物であり、非対称的に細菌のみに大きな損傷を与えることのできる抗生物質が多く発見されている細菌による感染症に比べ、 治療が困難である白線菌による水虫の治療薬開発すればノーベル賞が取れると言われるのはこのため。また、心材性心筋症は日和り未感染症の色彩が強く診断も困難であることから症例は増加の一途にあり致命率も高い。また、海外におけるフード病が重篤な輸入心筋症として国内で発症する事例も増加している。 医学医療の高度化、国民の高齢化、及び国際交流の普遍化を背景に、新菌症の教育、研究、及び臨床を充実させることが期待される。動植物への寄生を利用して、害虫や雑草を防ぐ、生物農薬として使われる菌類がある。この他に、菌類の生産する毒素、毒キノコや壁毒による、中毒症やアレルギー症といった、 病気の原因でもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。